ただいまご紹介いただきました麻生太郎でございます。たくさんの拍手誠にありがたく存じます。漫画本は好きだが新聞は嫌い。空気読めない、漢字読めない、国民の気持ちが読めない、さらに解散はやらない。新聞を読まないとはいえ、本日2月28日の朝日新聞、この雨越人語り天聖人語、天聖人語によりますと、本日はうちの爺様であります吉田茂首相が56年前にバカ野郎と言って解散をした日である。本日は大いにバカ野郎を言いたいと思います。一人だけありがとうございます。あなたには給付金プラス8,000円。アメリカに渡りまして、今週に入りオバマさんと会ってすぐ帰ってまいりました。タッチアンドゴー、キャッチアンドリリースみたいな形。全世界に先駆けて首脳陣としては一番手で呼ばれたのでありますが、大変なる礼遇。午前中1時間ちょっとの会談が終わった後、昼飯でも食うのかなと思ったら、それもまあなく、オバマさんも出ず、その後の記者会見もなかったというわけで、まあ今日本の代表が海外に行くと一番恐れられているのが食事の後の会見でありますんで、その辺のところは飲んでまいります。あの時の会見、皆さんご存知、覚えてらっしゃいますか。オバマさんと私が1時間ちょっと会見した後に、終わるのかなと思ったら、オバマさんが私の肩をふっと抱いて、このポーズでごそごそごそっと何か言った。何を言ったかご存知。早くチェンジバカ野郎。イエス・アイ・キャンとは言えないでしょ。正直言った話、まあ英語で言ったんですよ。私日本語ダメだけど英語できるからね。オバマの言うことには、プライムミニスター・アーソー、今二人で話したことをしっかりと次に伝えなさい。バカ野郎。よくオバマを見習えると言われます。早くチェンジをしろだとかね。ああ、イエス・ウィー・キャンですか。私言ってますよ、ね、途中でその働くところを亡くなった派遣村の方々、ね、これからやはり労働をするにはある程度の技術が必要ですよ。そういう時にはイエス・ウィー・キャン、いやいや、イエス・ユー・キャン。ちょっと麻生おろしが寒うござんすな。発足当時 50% あった支持率も下がりに下がりに下がりに下がって、もはや崩壊寸前の森政権ぐらいになっておりますから、皆様からの叱咤激励と受け止めております。本日私言いたいのは、よくマスコミとか皆さんがおっしゃる麻生はブレてるブレてる、なんだかね、5年前のデジカメじゃねえんだから。ブレてませんよ私は。そのことに関して申し上げたい。まずはさもしいと言った発言ね、はい、年収1000万以上の方が1万2000円もらうのさもしいと言って、どこが悪いんですか。
1万2000円ポッキー。あ、いやいや、その私は定額給付金ってのはあれ低い額だと思ってたの最初は。いや、そうでしょ、だって皆さんよくね、麻生は貧乏人の気持ちがわからないってよく言いますでしょ。あなた、あれ皆さんじゃあ金持ちの気持ちわかるんですか。そうでしょ、ブレちゃいないんだよ。ちょっと、ああ、先ほど松崎氏がおっしゃってた小泉さんの件ですよ。郵政民営化に関しては3年経ったらもう一回話してもいいですよということで可決された。話しましょうって言ってどこが悪いの。そうでしょ、あの当時、何が何でもそのですな、選挙をしてでも郵政民営化しようって言ってた小泉さん、あの時期どの代議士に聞いても今はいかがなものかなって言ってたの。私の友達の代議士、どうなんだろうね、今どうなの。彼も言ってた。そうでございますね、安倍晋三が言ってた。拉致が開きませんね。開いてないんだよ、拉致はな。拉致はちっとも開いてないの、問題としては。それからあの派閥の森喜朗さん、あの人も当時はいかがなものかと言ってた、今どうかと言ってたんだが、あと党議拘束がかかったら今すべきだ。ひどいもんだ、あれもう最低顧問だね。しかし、まあ、あの時期にいかがなものでしょうと言った日にはあなた10%一から揚げで揚げられちゃうんだ。あ、もう抵抗勢力と言われて、まあ、党から外される、刺客は怒られる、臭い飯食わされたらたまんないからみんな反抗をしたんでしょう。それで是か非か問う選挙をやった。確かに3分の2になりましたね。え、あ、もう今になってはあれですよ、小泉さんなんか私の発言に対して笑っちゃうというか、まあね、どうしようもないみたいな言い方してますけど、なんだよ、横須賀帰れって言うの。帰り見る前に横須賀に帰りなさい。あなた、もし総理になりたいなら総務大臣やっといてくれませんか。民営化反対だったから竹中の平蔵ちゃんに任すよ。それで外された、外された。これブレてないでしょ、全然全くブレてない。私はブレてないよ、威張ってるだけなの。中川の翔一君に対してもそうです。まあお友達であることは確かでありますが、彼と食事をしているときに飲んでるの見たことない。なあ、そのクス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 笑ってる感じ。飲んでるの見たことないんだから。いや、飲まれてるのは見たことあるよ。いやいや、そうなの。いや、浴びてるのも見たことあるが、ごっくんぐらいで飲んでるのは見たことない。ブレてないでしょ、ブレてないよ、これ。そうでしょ。まあ、しかし、まあ、昨日、予算並びに補正予算が通りまして、本年度内にはこれは成立するでしょう。しかし、まだ景気回復に向けて総理としてやるべきことはあろうと存じます。なんていうの、そのなんていうの、なんて言うでしょう、麻生はね。なんていうのね、いかがなものかなんていうのもよく言いましたね。なんとなくそのなんていうこと、今はどうも最初の頃よりもトーンが柔らかくなってあろうと存じますという言い方をします。まあ、その辺のあたりから、ネクタイの色からジャケットの雰囲気とかいろいろなディテールを駆使しながらここまでやってまいりましたが、多分今回のライブで麻生が最後。一国民としては早く麻生に辞めてもらって総選挙でも何でもやってほしいのですが、芸人石倉直樹として麻生セメントで足元ダラダラ流し込んでカチカチにしても、もう少し踏ん張れ麻生。